共和国の軍人。最終階級は大佐。2020年のクーデターの後に移行政府の大統領を務めた。エヌド、エヌダー、エヌダオとも綴る。1950年8月23日、フランス領スーダンのセグー州産生まれ。1973年に軍隊に入隊し、1976年からクリコロにある陸軍士官学校体内選抜家にて基礎訓練を受け。 空軍を選択。ソビエート連邦にて訓練を受け、ヘリコプターの操縦を学んだ。1978年、エミアを卒業。軍では空軍参謀長を務めた。このほか軍事クーデターによって政権を掌握したムーサ・トラオレ大統領の補佐官も務めている。2014年に国防大臣に就任、1年間務め退任。 2020年8月18日に、アシミゴイタが、軍事クーデターを引き起こし、イブラヒム・ブバカール、ケータ大統領が大臣。新たな統治機構としてマリ国民救済委員会が、樹立され、その委員長に就任し、主犯格となったゴイタは9月21日、文民政権が発足するまで設置される18、か月限定の移行政権の大統領に番、ヌダを指名した。 9月25日に移行政権発足。旧五板政権に対する反対勢力連合、M5RFP は、バヌダウ支持を表明している。2021年5月24日に、内閣改造を行い、軍のメンバー2人を交代させたが、その数時間後に軍により、モクタール・ウアンヌ暫定首相らと共に拘束された。翌25日、五板は、ヌダウとウアンヌの追放を発表し、 権限を掌握した。小板は追放の理由について、自身に内閣改造に関する相談がなかったためとしている。ヌダウは26日に、ウアンヌと共に小板に辞任を表明し、27日に、軍から身柄の解放が発表された。2021年8月27日、バヌダウは自宅南京から解放されました。 身長が1メートル95センチメートルと高身長であることから、ルグランと呼ばれている。2021年5月24日に逮捕され、政権は事実上崩壊。ありがとうございます。